やはり爆睡ですね。無理もねえわ、強敵と2試合だもんよ。先生には感謝してるよ。なんです突然。どんなに自分たちだけで頑張っても限界がある。ネコマとのつながりを取り戻せたってことは、先生やこいつらが思ってるよりずっと大きいことなんだ。あんたはすごいことをやってくれた。